ジョエゼロさんです。ところで、皆さん、おっぱいは好きですか？大好きですよね。そんなおっぱいを堪能できるところが、天草にあります。今日はそんな素晴らしい、天草へツーリングに行きます。本日のバイクは、レンタルした 400X です。トルクも強く、発進もスムーズ、加速もいいバイクです。そんな 400X のスクリーンにカメラをつけてみました。テスト的にナレーションも取り入れてみました。感想などコメントいただけると幸いです。前回と違い、晴れてくれたので気持ちいい。国道57号線を、三隅から天草に向かって走るよ。世界遺産の三隅西港だよ。今日はスルーしますよ。線から天草方面へ曲がるよ。ひどいね。裏道の広域農道へ抜けましょう。車も少ないし、道も綺麗でワインディングもあって楽しい道だよ。
よ。ランチタイムになりました。今日は赤ウニを食べるよ。赤ウニは日本で一番美味しいウニと言われていて、西日本、主に九州西岸に生息しているウニだよ。夏の短い間しか食べられない、とても希少で幻のウニと言われているよ。今から行く海鮮蔵では、この時期の生ウニ丼は、赤ウニを使うそうだよ。順番待ちで時間がかかったので、ちょっとだけ急ぎます。おっぱいスポットに着いたよ。おっぱい。おっぱい。おっぱいおっぱい。乳首。届かない。ランチに時間がかかりすぎて、干潮のタイミングを逃しちゃいました。干潮時なら、思う存分ぐへへへへへへ。皆さん、天草でおっぱいをぐへへするなら、干潮のタイミングを狙ってね。